はい、じゃあ残りいきましょう。彼はゲットした。じゃあ直後には me という名詞が来ているため、こいつは、はい、C ですか O ですか。彼と私はイコールではないですよね。これ O です。そして直後あっていう漢詞が来たため、また名詞が来ます。プレゼント。ではこの名詞はじゃあ文構造、はい、O、C どっちですか。はい、私はプレゼントではありませんよね。でこの C の場合はこことイコール関係になりますが、今回違いますのでこれは O1、O2、 O が2個並ぶ形は文構造上認められています。このように複雑になってくると皆さんは、あ、ちゃんと第4文型になってるなって、こう文型に当てはまったって確認をしておいてくださいね。はい、闇雲に文構造だけ取っていってそれはどの文型にも当てはまってないじゃないかってこともよく起こりますから注意しましょう。では今回はこの get どう使うか。彼は私にプレゼントを、はい、どうしましたか。プレゼントを与えたとかあげたですよね。ですからここの get っていうのは与えるという意味で使いました。厳密には取ってあげた、取って私にあげたって意味ですね。はい、でこれ与えるって意味です。でこのように第4文型という形で使う場合 SVO1、O2、まあ、原則的に人物という形で来ることが多いんですが、じゃあこの場合はどういった意味で動詞を使っていたかというと、これは与える、ただし一部奪う、こういった真逆の意味も一部あるんですが、正直単語を覚えていけば分かります。原則的にはその人に何かをときたら普通は相手に授与する、与えるということが多いんですね。このようにまずはちゃんと形を知っておきましょう。では最後にいきます。 He got、 彼はゲットした。で直後に His という彼のっていう形容詞が来たから、じゃあ彼の何かっていうとスーツって名詞が来てますね。これで一つのまとまった構造です。彼とスーツはイコール関係ではないから O というふうに文構造を取りましょう。そして一番最後、これダーティーっていうのは形容詞なんですが、このように、ね、形容詞が残ることが結構多いんですね。ただしこの場合でも、やってきた流れは変えません。形容詞ということはどんな文構造で取れますか。一つには M という修飾語ね、スーツにかかる。ただしもし名詞にかかる場合も原則前から後ろに一つの単語ならばかけるべきなんで、これ後ろに置く理由がないですね。もしこいつをスーツにかけたければ、彼の汚いスーツっていう His dirty suit という順番にすればいいじゃないですか。で今回はそういう役割じゃなくてこれ保護で使ってます。彼のスーツイコール汚いというね、 O をイコールで言い換えている、イコールに説明している、これですね。これに OC という形で使うこともできます。で今回じゃあこの get はどういう意味の使い方をしたかというと、これはさせる。彼は、自分のスーツを汚くさせた、まあ、訳すると汚くしたぐらいな形ですね。これは第5文型の訳し方です。では公式的にまとめておきますと SVOC で、これ個人的にね、第5文型というのはここに来る動詞が2つ訳し方あるんですが、これしっかりと覚えておいた方がいいと思います。というのは第5文型結構ね取ってもうまく訳せない人が多いから、ここには刺激、まあ簡単に言うとさせるとかする、まあメイクとかゲットとかそういうものがこっちに該当しますね。あともう一つ知覚、何々だと分かるとか何々だと思うみたいな、まあ、いわゆるこれはファインドとかが該当しますが、この刺激っていう意味と知覚っていう2つの方向に分かれます。これはもう英単語次第で分かれてくるもんなんで、出てくるたびに、あ、こいつは第5文型を取れる、刺激で使えるなとか、こいつは知覚で使えるなというふうにしっかりと分類分けして押さえていくのがいいでしょうね。はい、じゃあここまで第5文型について、動詞の意味がはっきりと決まっていなくとも、その動詞が導いた形を見れば文の終わりまででどんな意味が言いたいかがちゃんと分かるということですね。だから前までの2回を繰り返しておくと、動詞の意味が分かっていたら前からしなやかにこの段階でも読めていくし、
もしそれが分かってなくても最後のとこまで構造を取り切るということが非常に大事だということなんですね。どの段階で分かるかっていうのはそれはまあ学習差があるんですが、まあ、結論こうやって文は初めから最後まで取り切るということが非常に大事です。ではラストにですねこれやってみましょうか。じゃあ最後この文章を訳せますか。 Could I get you something?、ね、Could I get you something? これは俺がね例えば皆さんにね Could I get you something? というと俺が何か欲しいんですか、それとも君たちに与えるんですか。わかりますね。これはまあ疑問文になってますけど SVO そして O という形で取ることができるとここの get は皆さんは今まではゲットで例えばゲットで言うと1個の意味だと思っていたんだけどそれは実は一部の意味でしかない場合があると。だからこのように文構造を丁寧に見たら与えるって意味で使っていると確定したわけだ。文の最後まで見ることによってしっかりどんな意味を伝えたかったのかが分かるって話ね。私はあなたに何か取ってこようか、君に何かあげようかって意味で使っています。はい、文構造は前から後ろまで、一番初めから最後までしっかりと取り切るようにしましょう。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。